公衆の場で騒いだり路上喫煙など周りに気を使わない人を見かけることがあります。赤の他人なので注意するわけにもいかないですし、110番するほどでもありません。そういう人間を見た場合、ただストレスを感じるだけでは不健全ですし、どう捉えればいいのでしょうか。まあ、どう捉えなきゃいけないっていうようなことはないと思いますが、さっきの仏教の悟りの境地の視点から言うと、この赤の他人というのがキーワードです。そう、全てをバラバラに固定的に見る世界では他人と身内がいるんですね。ただどこまでが他人でどこからが身内ってありますか。はい、私弁護士です。六神泊まりを親族と言います。じゃあなんで七神道ダメなんですか。法律でそう決まってるんです。いや、六神道弁護士さん、それはちょっと親族にしちゃ遠いんじゃないですか。いや、それは法律的な話で確かにそうでしょうね。まあ三神道っていうかね、おばさんおじさんまでいいけど、その先はとっても面倒見きれないなって話にもなる。身内と他人の間さえ明確であるんですよ。よってまあ聖書というかキリスト教なんかでね、My dear sisters and brothers ですね、我が兄弟姉妹とみんなに言うわけであります。でキリスト教でミサを受けるとね、キリスト教の体の一部になってみんな家族であると。信者でないものは家族ではないっていう話だから怖いけど、でもそういうことですね。人類みんな家族ってどっか宗教言ってますが、そのアダムとイブを子孫とする家族であるならば家族ではないかと。赤の他人と身内をどこでどう挙げてるんだろうっていうことになると思います。でこれは理屈ではないわけです。つまりその路上喫煙してたり騒いだ人を見たときに、偶然にも自分の家族だったり、それからなんだっけな、親族だったりすると恥ずかしい思いをしますね。じゃあなんで、じゃあどこまでそういう恥ずかしい思いをし、どこまでがそうじゃない思いをするのか、まあ、とにかくそうじゃない思いの本質は何か。それはそういう人は邪魔だ、いらないってことです。でも身内に関してはなんで邪魔だ、いらないになんないの。赤の他人だったら邪魔だ、そのいらないっていう感覚です。でもそれが身内だったら邪魔だ、いらないっていう感覚出ませんよね。なぜだと思いますか。自分の身内だから。でも身内でもね、あんまりひどいと最後はいらないお前はって言って感動ってことで自分の身内から外してしまう。ただ最初は少なくともですね、身内だったら邪魔だ、いらないにならない、その心理の根っこは何だと思います。つまり自分の親族ってのは自分とつながってますから、こんなやつ人間の中にいらないなと思ったら自分もいらないことになっちゃうんです。よく考えてみましょう。その同族の人たちの中では、そう、彼のようなものも生まれたが、しかし自分が生まれたのもその同族の中から生まれてるから、で生まれる人間ってどうなるか分かんないじゃないですか。だから生まれた後に悪い人間になったからってそいついらないっつっても、そう、自分だってある意味じゃ一つ間違いが彼になったし、それを全人類に当てはめてみると、今たくさんの人類、その70億80億がたくさん子供を産んでるじゃないですか。でお互いに社会で子供を産むことを認めてるじゃないですか。でも今までの例から必ずその中から出来の悪いやつと出来のいい子生まれてくるわけじゃないですか。したら路上で騒ぐやつも生まれてくるわけじゃないですか。それを前提にしないと出来のいい子も生まれてこないわけなんです。それを考えると路上で変なことをする人がいると、いや予想通りです、多くの人間の中にはこういう人、これが生まれてくると私はあらかじめ認め許し、お互いにその覚悟し合って日本に生きてますから、本当はなるべきです。でもそれはならない。ただなぜか、それがブッダの見方と一般の人の見方の違いですね。みんなで一体となって人類社会、今までの傾向からすると犯罪を犯すやつも、それから行儀の悪いやつもいることが分かってると、うまいは必ず何割かそうだと。でそれでやってるんだから、全ての人のその行動に全ての人があるんじゃ責任が一部あるわけでしょ。そういう感覚がない、みんなが一体にこういういい人も悪い人もいる世界を作ってるっていう、そういった感覚がない。感覚がないというより、それを見てない、忘れてる、
身内だとそうじゃないんです。身内は一体だから責任感がある。だからいいことしてくれれば我が生まれと、そして悪いことすると我が恥になって、つながりがあるわけですね、身内とは。だから赤の他人と自分が認識すると、その何かいいことをしても場合によっては妬ましい我が誉れじゃないと、自分事じゃないわけです。何か悪いことをしても自分に責任はないと、だからできればいなくなってほしい、そういうふうに思ってしまうと思うんです。つながってれば自分のこととして考えるが、分離されてれば妬みや怒りの原因だってことです。でも現実は全部つながってるでしょ、身内と赤の他人の区別ない、という意味では世界が全体が家族で、大いなる母なる仏の中の家族なんだと思えば、こういった感情っていうのは和らいでいきますが、まあ今日お話したことを前提に、このご質問にある心情も現れてきてるんだということであります。よって人間の全ての問題を解決するのが、要するにこの世界観か、この世界観なんだっていうふうになるんですね。